県記憶、クオン記憶、韓国語、ローマ字、クオン記憶ケー、1901年1月11日から1988年4月19日は、朝鮮の独立運動家、パイロット。中華民国で従軍しながら、僕高下と、リタダシキ、金はおぎりと並んで、朝鮮人、韓国人の女性パイロットの草分け的存在である。1901年、 四安婦美南口里152番地の没落ヤンバンの家に四女一男の次女として生まれた。父は剣圧師、母は長文明で、陽明はクズレイ。1913年12歳の時に高志県小学校に入学。卒業後は高志義女性高等普通学校に編入した。1917年に 朝鮮を訪れたアメリカ合衆国の飛行家アート、スミスが平ン,ンの両羅島にて開催した展示飛行をするのを見て飛行家を志すようになる。1919年3.1運動に参加して逮捕され3週間収監された。出所後は韓国愛国婦人会の活動に参加したため再び逮捕されて6ヶ月間投獄された。出所後は中国に逃れ、 甲州でアメリカの宣教師エレン・ピーターソンが運営する行動女子中学で英語と中国語を学んだ。1923年、上海の大韓民国臨時政府の推薦を受けて、雲南陸軍航空学校に入学し、1925年2月28日に同校を卒業した。第一回卒業生中の唯一の女性であった。玉がいる。 国民軍の航空隊に加わり、1926年4月20日には、西北軍航空隊副飛行員に任命された。翌年には、国民革命軍に駅死し、同年3月に、上海で成立した、国民革命軍あず軍航空司令部の飛行員であった。1927年5月、総司令部航空どころ航空、第2体飛行員。 1929年2月4日、航空署臨時編集委員会編集委員。同年5月、航空司令部航空第2体飛行員。6月4日、航空署航空第1体上上観察し。1930年10月20日、昇降。1930年10月24日から1933年7月18日まで、軍政部航空第1体飛行員。同年、 航空省教育科変科院。1934年、航空委員会第3所第8科会員この間1928年に、同じ独立運動家で詩人乗り愛情と結婚。北京、南京に勤務し、1940年には中佐に昇進した。日中戦争勃発時には、重慶にある参謀学校の教官。 1943年8月19日、韓国臨時政府空軍設計委員。第二次世界大戦終結後の1949年に韓国に帰還。李栄シゲラと共に韓国空軍の設立に尽力し、朝鮮戦争中は大韓民国国防部の代表常務員を務めた。朝鮮戦争休戦後に退役し、韓国年間の観光に携わる傍ら、 韓中文化協会の副会長を務めた。1968年に大統領表彰を受賞し、1977年には大韓民国建国勲章国民賞を受賞した。1971年10月13日、中華民国空軍参謀総長、来鳴登場賞から飛行教賞を授与される。ありがとうございます。